入れすぎたらやっぱりちょっと事故るらしいです。怖っ。命がけですわ。命がけだね。ホテルでアウトーク。このコーナーは阪神高速長良インターからすぐホテルザ・レオン北店801号室の女子会ルームよりお送りします。これ私、チツハイフをやったことあって、チツハイフ、そう、この中のそのハイフなんですけど、はい、やっぱ気になるのがそのどう変わったかっていうのは気になるんですけど、はいはいはい、女性の反応がどうだったかって聞きたい。どう変わったかっていうか、うん、その女性が何て言ってたか気になる。女性が喜んでるのか、僕が大きく、大きくしたことによって、うん、そう、何が違う、うん、ここがすごいとか、あ、それはこう変わったとか、大きくなってる、大きくなってるとは言うんだけど、うん、それがいいとか気持ちよくなってるっていう表現はしてなかった。大きくなってるとは言った。大きくなってるのは分かる、うん、ただそれがどうなのかは、うん、そう、そこまでじゃあ狩りが引っかかって気持ちいいとか、あ、でも当たりどころ、なんか今まではたまに当たってたかすめてたところが、うん、常に当たってるっていう子はいた、うん、からプラスの意見が多かった。あ、じゃあよかったよかった、はい、やっぱり大きくなったらね、そうね、やっぱり、うん、今まで常に当たってなかったところに常に当たる、なんか当たるようになってる、なってるっていうふうに、はいはい、おしみけんさん、あなたはどうされてどうなるの、うん、なるほど、あ、感度、これね、うん、だけはちょっと大きいから、うん、あのこう入れるときにこうやって入れるようになる。こうやって、分かる、こうじゃなかったらこうやって入れるようになるから一回曲がるんや。そう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 、何そうな、分かるんや。そう、分かるん、ね、なんかね、分かる、分かる、分かる、で歯が当たるようになっちゃいます。だから歯の時間は短くなったかもしれないです。なるほど、はい、向こうがちょっと疲労が溜まっちゃうとか、あと歯当たっちゃうんで、痛い、ちょっとね、うらやましい。でもなんかなんかこうスポッてこう、私なんかそう、悲しい悲しい。まえちゃんどう、私あの正規整形してる方で、うん、あの真珠入れる方いるじゃないですか。はいはいはい、決まって昔から決まって、ね、あのちょっとは試したことあるんですけど、試してる、あの気筒を大きくするタイプの方はまだ試したことなくて、なるほど、うん、ちょっと試させてもらう。じゃあやりましょうか。どうしましょう。すぐなるでしょ。私しっかり見ときます。いや、なんだったらここに3人いるからね。お前ね。3人いるんだから。試し放題ですね。試し放題です。お前いいですね。ただこれあのビフォア知らないと、あ、そう、比べようもないもんね。そうですね。ほんまですわ。最初のも知らなかったら。確かに。知らないんですけど。はい、え、締め券の知らない。知らないんですよ。やってないもんね、うちは。はい。一回じゃ試したい。はい、試したい。だからそれはもうプライベートで、あの手術してない方のまずビフォーを試して、アフターを試すっていう。そうですね。流さないとね。はい、わかりました。残念。ヒロさん。やっぱり大きくなったら、こう、見せびらかせたいとか。あ、そうですね。ちょっと公の場で。見ろみたいな。それはやりました。やりました。恥ずかしながら やらせていただきました。どこ公の場で、そんなの公の場で、こんなやつは捕まるでしょ。あのいつも行ってるジムで、あ、ジムで脱ぐんですか。あ、お風呂とか。お風呂ってことですね。掘る、あ、お風呂掘ってほしいけど、更衣室でね、はい、更衣室でなるほど、更衣室でもそうだし、サウナでも、うん、見てくださいと。うん、今はちょっと隠して、あ、で脱ぐとき必ず僕一回見え向きをしてから脱ぐようにしてたのが、その見え向きしなくなった。ワンコート減るわけですね。そう、なるほど。早い。動作がね、不自然じゃない。すごい。結構視線はじゃあ集めます？このおおっと。いや、視線が集まってるかどうか分かんないですけど、もともとほらサウナとか行くと見られるタイプだったので、それはちょっと、あ、そうですよね、顔の方もね、やっぱ AV 男優だから、AV 男優だってなって、しみけんさんがどんなやつ見たいですか、見てて、今まではふーんってなったのが、おーっていう感じになったかもしれないですね。しみけんさんのはどんなやつ見たいですよねって僕が言ったら、はたちゃんがめっちゃ、うんお前も勝てる。ひどい話でさ、しみけんさん今まで見てましたって言って、はい、見た後に、なんかじゃあ頑張ってみたいなため声になるんですよ。
を見て、そう、やっぱりこの大きさでこのヒエラルキーピシッと決まるんだな、そこで知らされるっていう。さっきまで敬語やったのに、そう、そんなもんか、急にタメ語になって、そう、それはなくなりました。よかった、大きい方がいいですよね。もうちょっとそこはどうなんですかね、か小さい人の星になりたいんですけどね。いやでも僕もやった時にこう銭湯とか行きましたもん、こう見てほしいからそうね。でこう家おってもうずっと自分の見てて、もうこもりっきりで見てどうすんの。いやちょっと興奮して興奮あのもう別にええんで見といてください。もう持ちに困ったのか。2人は G スポットは やらないの。あれでもやった女の子の術前と術後で僕やったことありますけど、どうですか。気持ちいい。いや全然違う。気持ちいい。気持ちいい。男もいい、女性もいい。ただ入れてる時の術後が痛いかもしれないね。多分。あ、そう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 。ダウンタイム。あれ男もあるんですよ。あのアナルのあのヒアルロン酸入れて。名門手術って、ね、そうそうそう。ちょっと待ってください。あのそれは正規整形の範囲に入る。入る入ります。で気持ち壁作って腸にヒアルロン酸で、で入れてこう気持ちいいみたいな。で僕それちょっとねやろうと思ってるんですよ。あくまで二刀流。気になる。気になる。さそれってさ。うんじゃあうんちするときさ、そうなんですよ。だからそれが気持ちいいので入れすぎたらやっぱりちょっと事故るらしいです。怖い。命がけですわ。命がけだね。ここで一言、 G スポットの G とはドイツの性科学者、グレファンベルクの G から取られてます。知らなかった。勉強になりました。アダルトヨシのホテルでアウトークは阪神高速長良インターすぐのホテルザ・レオン北店からお届けしました。